はい、どうも TT です。引き続き龍が如くセブンガイデン続きやっていこうと思います。で、今日は、まあ、今最終章名を消した男、渡瀬組の仕事は一段落した、一度は仮面のところに戻ってゆっくり休もうっていうことなんだけど、四天王出てきたからね、四天王ちょっとやってみようか、闘技場のっていうことで見てください。おい、赤3人組じゃん、仲良くしようぜ。話してみるか。お前すごいな、ナイフ邪魔じゃねえのか。足にもついてんじゃん、4箇所持ってんの。はい、上流ダンブルディ。へえ上流、お前はもうプラチナランクだ、雑魚どもに構ってないで早く俺とやろうぜ。ダンブルディか、四天王が自ら出ましたを恐れいる。上流会ともども闘技場から叩き出してやる。もう前回こんな声でやってなかったけどね。前回もうちょっとなんかそのための特別なイベントマッチを用意したぜみたいな感じでやってたけど、どっちで行こうかな。受けるか上流、こっちで行こう。まあ、20人でいいのかな。まあ、どっちにすっかな。まあ、メンバーもねだいぶ入れてるんですけど、まあ、こっち行っていくか、こっち行くか。はい、勝負受ける。イベントマッチだからなんだか知らねえが好きにしろ。俺はあ認めたくねえが、やはり大した度胸だ。間違った俺、ならば始めよう。伊藤が俺の手下でもあったよ怖いぞ。ふ、それについては上流界負けてねえさ。俺桐生さんじゃなくて真島さんになってるかもしれん。真島さんさ、ダンブロディ真島さんになってる。真島さんね、これね、この全体攻撃がすげえ楽で、こうみんなでやるときはこうこう真島さんくる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 回ってればいいからすげえ強いのよ。くるくるくる、ま、基本くるくる回ってる仕事。あ、ブロディいるじゃん。ブロディ最後ね、ちょっと待って、これでくる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 。あ、ブロディ、ブロディ邪魔だ。オーダー、真島さんのこのバージョンとかもあるんだよね、よくできてるよね。ブロディ邪魔だな。他のやつは鉄壁、いや誰よ今の絶対ブロディじゃねえじゃん。強いのよ真島さんが、やっぱりくるくる回転で、さらに技でこうやってくる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 回ってればどん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 ダメージ入れてくれる。いや真島さんマジで強いから、ブロディめちゃめちゃ体力あんの。みんなにボコられてるブロディボコボコの巻き、もう終わるねいやまさか羊がやるんかい。すごいでしょうちのメンバー、バラエティに飛んでるでしょ。アイスランクやっぱ上流使いたいな。あ、金も1億貯めてあります。この度はおめでとうございます上流様、見事四天王の一角を切り崩されましたね。お客様も近年稀に見る盛り上がりでございました。ん、おや、あちらからいらしてるのはもしかしてみぞろぎ様では。上流、上流、わしも客席から見とったで、あのダンブロディのチームにも完全勝利やってないか。やっぱり見込んだ通りの男や、あんたやったら宇賀神にも勝てるかもしれん。いや落ち着いてくださいみぞろぎ様、いくらなんでもそれは気が早いというものです。ブロディ様は四天王最弱ですし、宇賀神様は彼とは別次元の強さですから。それでも不動の四天王が初めて崩れたんや。ふっ、こんな時に夢を見て何が悪い。しかも宇賀神は最近わしの店で取ったガジェットを使って戦っとるんやろ。とうとう衰えが見えてきたんとちゃうか。キャッスルではどんな武器も使用可能です。立場上私は宇賀神様がどう戦おうとそれを悪くは言えません。せやったらしばらく口出さんといてくれ。わしは上流と二人で話することにするわ。おお、ええか。疲れるとこ悪いな上流、けど本意のチートばかし顔貸してくれや。マジこいつ何度見てもクマと戦った後みたいに見えるな。お、四天王、一天王撃破っていう実績ロック解除されましたね。
確かに受付兄ちゃんが言ってたように、宇賀神は異次元の強さを誇る男や。かつて実際に手合わせしたこのわしが保証する。ああ、そういやあんた言ってたな、昔宇賀神に若き日の夢を叩き潰されたって。さすがやな、よう覚えとったの。もう20年前のことや。20年間君臨してんの、それはすごくない？20歳の頃のやつが40歳になってるチャンピオンやってるんでしょ。当時わしは世界各地の格闘技を極め、人類の限界を超えた強さになったとすら考えていた。めちゃめちゃ強いじゃん。どんな相手が来ても技の引き出しは無限にあって即座に対応できた。あの時は心身ともに絶頂期やったな。せやけど生まれた時代が悪かった。宇賀神いう男がおる限りわしはてっぺんに立つことはできんかったんや。大した男なんだな宇賀神は。ずいぶん昔のことだろうに、あんたから宇賀神への恐怖と敬意が伝わってくる。ふっ、せやな。思えばわしが奴と戦ったんはただの一度っきり。ベガスの地下格闘技場で出ようとき、宇賀神はその日がデビュー戦の駆け出しやった。経験も浅い、技の数も知れとる。けど宇賀神の繰り出す愚直な拳は何よりも速く、そして防ぎようもなく強かった。逆にわしの身につけた技は何一つ通じん。それどころか見せたそばから奴に吸収されてった。たった一度の試合で何もかも奪われたんや。技もプライドも闘争心も全て。こないだガジェット奪われたことなんて比べ物にならんほどの絶望を味わったで。なるほど、確かにそうだ。以来わしは地下格闘技界を去って先に溺れ、マフィアの用心棒やら武器の密売やらに手を染めて、20年後蒼天堀に流れ着いたっちゅうわけや。キャッスルの王者が宇賀神と知ったとき、大した驚きはなかったが、ただちょっとしたいたずら心が湧いてきた。ん？いたずら心？おう。せや、いつかわしの作った武器やガジェットであの宇賀神を倒したら、それはわしの勝利とも言えるんやないかって。そうかな、そうかもな、か。そうかな。それも勝てないやつがいて銃作りに専念するみたいなもんでしょ。そうかな。だがあべこべにあんたのガジェット奪われて、今じゃ奴らに使われてるってわけだ。盗まれたやつはもうええ、所詮旧式や。これからあんたがわしのガジェットを強化して新たな次元の強さを手に入れるんや。それが宇賀神を圧倒したとき、この汚れもようやく世界最強を身近に感じることができる。今のわしにできるのはもうそれくらいのもんや。けど血がたぎって抑えきれん。強さを追い求めるんがわしの生きがいなんや。みぞろぎ、何言ってんだお前。そして俺の顔を見てくれ。勝てると思うか。お前そんないかつい顔してるけど、こっちドラえもん猫みたいな顔してるからな。せやからわしのガジェットとことんまで強化してくれんか、上流。頼むで。あいにくチートばかし金はかかるけど、あんたにも絶対損をさせたとは言わせんさかいな。ええやろ。うん。売り物取られて腕まで折られたってのに、そんなことはもうどうでもいいってわけだ。あんたみたいな男に物を頼まれて断るなんてまね、俺にできるわけがねえ。大きにな。そうか、頼まれてくれるんやな上流、ほんまに感謝しかないわ。お前メガネかけてるとこ見たことないよな確か。もう忘れてないそれ、メガネメガネメガネになってない。寝るときもそのまま書いてる、かけてるちゃんとメガネ、それ書いてるわけじゃない。ほなわしは赤目ちゃんとこ戻るで。ほんでこれからも変わらずあんたをサポートする。わしらならやれる、二人で世界最強やで。俺でも結構上流強くしてるから、ワンチャンいらない可能性出てくるんじゃない。ふ、みぞろぎのやつ張り切りやがって。ならこっちも最強ガジェットを仕上げるために気合い入れて稼ぐするか。みぞろぎの果てなき夢、そっちやんなきゃいけないのかな。先にじゃあ、付き合ってくれて大きいな、みぞろぎや。上流、あんたついにやりよったの、ガジェットをここまで極めるとは。さすがは忍び込んだ男や。赤目ちゃんのアジトで待ってるさかい、直接礼を言わせてくれや、言わせてくれや、頼んだで。いや今言えよ、なんで今言わねえのよ。でもスマートフォンメール来てるな。あー、なんか賭博大会やったら金くれるみたいなやつだね。まあ、とりあえず、あーって闘技場に行く、ガジェットを強化する。まあ、ガジェット強化してみるか、せっかく金も貯めてあるし。はい、ということで帰ってきました。イゾロギ、
いらだな。もうメガネは大丈夫か？しないで見えてるか？上流。おお、上流。やりよったの、あんたのガジェット。ついに極まったんやな。今までよう頑張ったの、上流。ガジェットがこれほどに一気に達せるとは、まさにあんたの努力の賜物や。これを使いこなせるのはあんたしかおらん。新たな能力を、あ、これか、もう一個。ふっ、ありがとうよ。改めて言うで、あんたが世界最強や。大きにな。こんな呼ばれの夢につきおってくれて、ほんまにありがとうな。あ、もうね、話すだけで終わるの？ちょ、もう一回話そうよ。こいつが世界最強でいい？水ロギ大丈夫？一応ね、前回気づいた人いるかわからんけど、顔この猫っぽくしてるから、グラさんもこの三毛猫みたいなこの茶色のこの グラさんチョイスしてるから、猫をイメージしたグラさんをチョイスしてるから。よう来たな。おう、上流、何か欲しいんや。いや、変わったものを売れ。大きに欲しいものがある。待って、でちなみに能力強化でこれか、ヒートアクション、大道式錬武人の極み、火殺術、諜報道具創刊という教本だ。大道寺で使われている諜報道具。なんで大道寺の諜報道具をみぞろぎが教えてくれるの？つまりはガジェットについての指南書だ。ガジェットを使った大技も考えてみるかもしれない。 R で構えて、もう一回やってみるか。はい、なんぼ2100、余裕だな。さらに強くしとくか。金めっちゃあるしな。7か。まあ今日攻撃力も喧嘩も上げてみっか。上がるか。上がった。え、47分の38。あ、これが9上がるから、あ、これで47か。これでも、あー、もう終わりだ。あー、そうか、あと7個だね。ちょっとキャッスル、今日は四天王やりたいからね。てか5000万あるから、俺ブティックでパンツ買うか。上流、最強パンツ。あ、違う違う、こっちじゃない。5000万ぐらいやったパンツ売ってたじゃん。いらっしゃいませ。これこれこれ、怪しげなキャラクターのワンポイント書いた金色のパンツ。成金趣味にセンスに反し、履き心地は下以外で最高峰。耐性めっちゃあるし、攻撃力上がるし、買おう。ありがとうございました。3000万しか生きなくなったけど、これってちょっと待って、これどんだけ、ちょっと待って、外したら刃物防御力攻撃力が下がるんか。あ、これもう弱いか。まあ、竜神、うん、違う、不思議な力、ヒートゲージの使用量を抑える。これをゴールドにすっか。ああ、全然いいね。 OK。 さあこれで四天王行くか。闘技場受付前。あ、回復してないけど大丈夫かな。上流、どうした？へい、上流、全くお前には乾杯だったよ。でも四天王はまだ3人も控えている。次のお相手はスピードスター鮫島国光だ。ただでさえ早いのにシューズガジェットでさらに速度を上げた。奴を捕らえるのはもう不可能だぜ。ん、いいのか、俺にそんな情報を漏らして渡しちまって。もしかしてお前鮫島に負けてほしいと思ってねえか。うぐ、実は最近キャッスル中が俺のことを四天王最弱って笑うもんだからよ。お前が鮫島も倒してくれたら俺だってもう笑いもんにされなくなるだろ。うん、ならお前のためにも鮫島に勝つとするか。頼んだよ。あ、うん、頼んだよの言い方全然俺と違ったな。その息だ、上流。じゃあもうすぐにでも鮫島に挑むか。奴の方は準備万端だ。あとはお前次第だぜ。なんでお前なんか受付係になった。いや、受けたと、ええ、いいだろう、勝負受ける。ルールはそっちで決めろ。俺は何でも構わねえぞ。そう来なくっちゃな。お前か、銃持ってんな。
ちょっといいかい。よう、鮫島、上流が対戦を受けると言ったぜ。ブロディ、視点の最弱が気安く声をかけてくれるな。俺まで同類と思われるだろ。お前、仲間に向かってひどいじゃねえかよ。ああ、お前も俺に負けたら同じ立場になる。あまりダン・ブロディをバカにしてると恥をさらすことになるぜ。楽しめるのは達者の口だけじゃないだろうな。それに見合った実力を期待したいものだ。いいからさっさと始めようじゃねえか。ルールはどうする？よろしく頼む。俺はここのスピードスター。もちろん対面どちらが上か白黒つけてやる。サンズの顔もひとっ飛びで超えさせてやろう。何揺れてんの？どうした。あ、もうすぐ戦闘？どっちバージョンでいくかな。これだけど、あ、こっちでもいけんだ。おお、スピードスター鮫島、攻撃力上げてきちゃったよ俺。大丈夫？お、かわすね。かわすね。一発入っちゃうと結構食らっちゃうんじゃない？大丈夫？あ、まずい、これまずい。なんか投げた？痛い。あ、なるほどね。いろいろガジェット使ってくるわけね。全然ダメージ食らってねえわ、鮫島さん。スピードだけかい、強いのは。なんかあれかな、ちゃんとした攻撃した方がいいかな。はい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 。あれ、こっから何減らないんだけど。頭突き、あと一撃なのにな。おいで。あ、時間あるわけじゃないんだね。終わった。ヒートゲージ使わなくてもいいな。ちょっと溜めれるんと溜めたいな。まあタバコ吸えば溜まるけどね。上流様、驚きました。上流様、なんと四天王の鮫島様まで下してしまうとは。もしかしたら私たちは歴史の変わる瞬間に立ち会っているのかもしれませんね。ふっ、だったらいいがな。おや、どうやらあなたにお客様のようです。お前ら仲間だもんな、もうな。笑われもんでしょ。上流、正直言ってお前の強さには驚いている。俺たちは四天王という名の上に長くあぐらをかきすぎていたのかもしれない。ああ、だがいくらお前が強かろうと、宇賀神までたどり着かせるわけにはいかない。じゃあどうする気だ？上流！お前とお前の上流会に改めて団体戦を申し込ませてもらう。しかも今回は俺たち最強四天王のうち、その3人までもが入るドリームチームだ。悪いな、大人げない真似をして。構わねえさ、なんなら宇賀神も出したらいい。お前は団体戦メンバーなんだな。ジャスティス、あいにくだが彼は群れることを好まないのでね。彼はジャスティス1975、科学者の両親から譲り受けたパワードスーツの使い手だ。ニゾロギのガジェットは無用だと言って断った。なんでバリなのこの大会。生身の人間出てたらアホじゃない。もうだが、その最大の武器は特殊な体や技ではない。瞬時に仲間の無意識へ働きかけ、強力な脳波で群れを動かす統率力にあるんだよ。なるほど、だから組織戦で決着をつけたいわけだ。上流、君にも仲間を揃える準備が必要だろう。上流、いくらでも好きに時間をかけるといい。半端な強さでかかってきたところで到底私のチームにはかなわないだろう。戦いではなく一方的な殺戮になる。プラチナランクで目の肥えた客ともなると、そんな戦いは退屈だ。もっと楽しい戦いをしよう。いいだろう。ただし、私に戦いを挑むときは大切な仲間を使い捨ての駒にする覚悟で来てもらいたい。いつだってそうだよ。いつだって使い捨ての駒にする覚悟で俺は言ってるよ。そうだ、もちろん私の方もそのつもりでいる。なんだと？おい、ジャスティス、じゃあお前俺たちを使い捨てだというのか？話の邪魔をするな。いや、なんだよ、やめてくれ。俺にビームガンを向けるな。ダン・ブロディは立場をわきまえるべきだ。君は四天王最弱なのだから口答えは許されない。ん？私の駒になることの何が不服なのか。
こいつが強いっていうか、そのビームが強いんでしょ。ああ、わかった、不服はないって。うん。そんなのが逃走力なのか。だがまあわかった、こっちも最強のメンバーを揃えて挑むとしよう。よし、じゃあいいな、上流準備ができたら俺に声かけてくれ。なんだお前、なんだお前、どういう立場なの。逃げるなよ上流、ふふ。視点のジャスティス、あ、2点の撃破出ましたね。ああ、へい上流、俺たちと対戦するメンバーはもう揃えたか。キャッスル中が俺たちの総力戦をお待ちかねだぜ。こっちでいっか。これね、総攻撃力が若干低いんだよな。ちょっと変えるかな。まあちょっと変えて羊入れました。もちろんね、カツオもいます。世界の時間を気にする男、カツオ。レベルこいつだけ低いけどね、まあ、こいつ変えた方がいいかな。でもカツオはやっぱ外せないよな。ホームレス山中とかね、いますね。ではこれでいこうか。はい、いいだろう、勝負受ける、始めようじゃねえか。ヒヒッ、オーケー、今度こそ決着をつけるぞ。あ、違った、決着をつけるぞ。さあジャスティス1975やっていこう。やべえ、時間が足りねえ。2人しかやられてないけど、なんだこのガジェットで。やっぱいっぱいやってた方が良かったかな。いや、ちょっと時間足りねえ、これ時間足りなかったら負け。ふざけんな、ふざけんな。あ、残り5人だぞ、お前らしっかり戦え。あ、ゲームオーバーだって、初ゲームオーバーかも。いや、ちょっと時間が足りねえ、マジクソ。はい、ということで、そうですね、40分ぐらいやりましたかね、連戦連戦連戦で。勝てねえ勝てねえということで、まあ、今日はこれ進めようと思ったんだけど、で、なんかなんで勝てないのかなって調べたら、俺やっぱメンバーがまだちょっと弱いっぽくて、ちょっと一旦赤目ネットワークでもやるか。ここら辺やってったら仲間もさらに増えてたじゃん。じゃ強くなってくるやつ、強いやつ出てくんじゃねえかな。シルバーランクになる。あ、ここら辺クリアしたら続くやつだ。ね、ちょっとじゃあやってっか。ちょっと今どんぐらいになってるか分からんけど、順番にハンマー男を解き放って、あー、あるわ、これ行こう。上流、そうか、じゃあこれ、はい、ん、ハンマー男を解き放って。この色は何だ。上流、上流、この前キャッスルの地獄チームランブル用に上流会を結成してやろう。そんでスカウト者のメンバーを探してる思ってな。赤目ネットワークは送電堀の塵一つ見逃さずに情報を収集したんや。そしたら深川っちゅう作業員がヒットした。そいつは強いのか。もちろんや、日々の重労働で鍛えた肉体がフリオロサンマはコンクリートを軽々と打ち砕くそうや。まあそれが仕事だからな。まあそうだな、任したわ。布川は小福町の工事現場におるはずや。他に取られる前につばつけたらええで。ああ、わかった。じゃあこれやってみるか。ここら辺で仲間にするやつがね、結構やっぱ強かった。まあそうだよ、こっち側のやってから全然ね、なんかあのロボットみたいなやつ、あいつ一体を集中的に狙ったとて時間内に倒せなかったんだよね。だからこれは無理だなと思ってちょっと調べてみたんだけど、そしたらやっぱり足りなかったっぽくて、メンバーがね。だからちょっとメンバー集めしよう。今回次回はサブクエやろっか。あ、こいつか。お前は強いのか。おい、
布川ってのはあんたか、うん、え、あの、あなたは強そうだけどな、うん、遅そうだけどな。よろしく頼む。俺はジョーリー、訳あって共に戦ってくれる人物を探してるんだが、そんな人が僕に何の御用でしょうか。 あんたはスカウトに来た。何？え、僕を？そのハンマーを軽々と振り回すあんたは相当な強さだという話を聞いたんだが、ああそうですね、僕中学卒業してからずっと現場一筋で働いてきましたので、この愛用のハンマーは今では僕の一部みたいなものです。寝るときも一緒か。僕とこいつに砕けないものはないと思いますが。おいおい、気持ちは砕けるのか、ハートは砕けるのかい。だろうな。手に馴染んでるのがよくわかる。そうですか。性格はおとなしそうだが、まあ強さには関係ねえ。とにかくスカウトしてみる。なあ布川、俺のチームに入って一緒に戦ってみないか。ありがたいお言葉なんですけど、それってきっと無理っていうか、何か理由があるのか。借金があるんです。仕事を始めたての頃、高価な敷石をハンマーで砕いてしまったんです。弁済額は全部で500万と言われ、僕はもちろん払えなくて親方が肩代わりしてくれたんです。敷石で500万だって。石は高いとは言うが、それにしたって相当やっちまったな。もうそれ以来恐怖ですよ。何をするにも慎重に慎重にって気をつけたら、もともと荒っぽかった性格までこんな風に。ともかくそれからコツコツ返済して、それでまだ100枚ほど借金が残ってるんです。申し訳ない。それを返し切るまでは親方の目の届かないところへ行くつもりはなくて、すみませんが。布川をスカウトするには借金をどうにかしてやる必要があるな。残額を稼いできてやるか。稼ごうぜってか、もうポケットに入ってるわ。3000万ぐらいあるから、うん、払ってやれ。そうか、そういう事情があったんだな。仕事中に話し込ませて悪かった。いえ、こちらこそ。ご期待に応えられずにすみませんでした。いや、できるさん、いくらすぐ払え。あの、ジョーリーさんどうしたんですか。この100万を渡せば布川の借金は返済できるはずだ。100万渡すか。渡せ。ここに100万ある。これをあんたの借金になってくれ。何？どうして赤の他人のあんたが僕なんかのために。何、手付け金みたいなもんだ。気にすることはない。本当にいいんですか。音が一度出した金だ。そう何度も確認する必要はない。いえ、ダメです。受け取れません。遠慮するなと言ってるだろう。いえ、そうじゃなくて、そんな大金持ってるだけで怖くなっちゃうんで、お金は直接親方に渡してもらえませんか。お前どんだけよ、どんだけ心優しくなった。戦えないだろ、仕方ねえな。分かった、持ってくる。頼みます。すいません、よろしくお願いします。どこにいんの親方。近いな親方、近いな。これか親方。泥棒みたいな日がしてるな親方。何やあんた。よろしく頼む。布川の知り合いだ。彼の代わりにこれを持ってきた。この金はあいつに聞いた。まだ返してない借金がこの額だそうだな。失礼やが、あんたはなんでこんなことを。布川に用があるんだ。だが借金を返すまではここは離れないと、そう言うんだな。つまりあんたはあいつの身元を引き受けたいんだよな。簡単に言うとそういうことだ。そんなら残念やけどな、これじゃチート足りひんわ。ん、何、あいつがハンマーで貴重品をぶっ壊したのは一度や二度じゃなくての、布川に聞いた話と違うぞ。あいつの借金ほんまはそんなもんちゃうんや。それに利子も乗って、そうやな、今じゃ1000万ほどやろか。ふっかけてきたな親方。証拠あんのか。何やあんた、疑っとるんか。当たり前だ、払う気はないと。ああ、そうか、ならしゃあないな。布川を残すために。誰かおらんのか。布川、助けてくれ。何お、親方どうしたんですか。この音がわしを脅すんや。金なんか払えん、言うこと聞かな殺すと。そういうことか。そんな僕の恩人を、あなたのことを信頼してたのに。おい、上流、てめえ原型保てねえぐらいぶっ壊してやる。頭に血が昇ってやがる。こいつはやばそうだな。正気に戻れぬのか。で、トレーサーを押す。さすがに布川ぐらいは俺やれるよ。言ったってあいつらは時間が足りなかっただけだって、
時間さえあればすぐなんだから布川。キリさんだいぶ強くはしてんだから。伊達に赤い服着てねえぞ。何しとるんや布川。さっさとこの男をボコボコにしたらんか。でも何がでもや。お前の価値はわしの言うことをおとなしく聞くことだけやろうが。何？お、親方？もうええ、この役立たずが。二度とお前に親方なんぞ呼ばれたないわ。自分を慕ってくれたとこに随分な言いようだな。知らんわボケ。またどこそのアホな中卒捕まえてくればええだけや。世間知らずに借金背負わすなんぞ朝飯前やからな。お、親方。どうせそんなこったろうと思ったぜ。何？親方、どうして？おい！おい、お前ら！勝てないでしょ。見てた今の戦い。布川がここ出たいそうや。打ち入れの思い切りしたれ。昔の暴走族か。昔の暴走族か、お前らは。バカにすんじゃねえぞ！お、親方。よくも、信じたのに。おい。うわぁ。上流、背中を向かせたぞ。頼もしいじゃねえか。行くぞ。布川の戦いちょっと見てみるか。布川行け。布川どうなんだ。まず親方だけ残すか。親方だけ残して布川と対マンさせてみるか。さあ布川頑張れ。さあ行け。どうだ布川頑張れ。親方がすげえ狙ってくる。こっち布川、布川頑張れ。布川頑張れ。俺のことは気にすんな。布川行け。見てんじゃねえ。おー、いいぞいいぞ。後ろからそんなんで殴ってった。やるね布川。もういいわ布川、ちょっと遅い。戦いの基本を教えてやるわ。おい、ほら、戦いの基本はね、布川、道具使うから。桐生さんがやったら道具使うから。あー、ないわ。道具ねえわ、広いね。振り向きざまパンチよ。逃げたと見せかけてのパンチよ。うわ、悪かった布川。この通りや。親方、僕の借金は。あんなもん最初から嘘っぱちや。もうええで、どこへなりとも行ってしまえ。割れてたのかな、ザ石もともと。く、泣いてんのか。いいえ、自分の愚かさを笑ってただけです。上流さん、あなたはこんな僕のことをスカウトしてくれると言ってましたね。ああ、その気持ちに変わりはねえ。頼みます。僕の方こそあなたに恩を返させてください。このハンマーでどんなものでも粉砕示せますよ。でもこれ続きあるんでしょ。頼りにしてるぜ。続き見に行くか。 OK、 じゃあ続き聞きに行こう。さあ次出たかい赤面。お疲れさん。はい、待て、上流、どれにするん。あ、これか。あ、話は別なんだ。だから純粋にクリアしたら次が出てくるって感じなんだ。なるほどね。まあじゃあ売れないホストの悩み言ってみるか。売れないホストの悩み、よくある話だな。ところがその話はそこで終わりとちゃうで。そのホストのレンジっちゅう男が赤目さん一押しの猛者なんや。あんたのチームに招き入れることができたら戦力アップ間違いなしやで。強いホストってのはどこにもいるんだな。そうか。何のことや。いや、こっちの話だ。そいつに会いに行ってみよう。レンジはいつも小福町あたりにおるらしいで。ああ、わかった。まあ今はどうか知らないけどな、ちょっと一昔前のホストなんてやっぱりヤンキー上がり多かったりしたからな。元ヤンキーで一攫千金狙ってみたいな、ちまちま稼いでられるかいみたいなヤンキー来てたからな、ホストに。さあここか。あ、これか、これか。お前かレンジ。外で何やってんの。おい、レンジってのはお前か。そうだが、あんたは。ええ、俺は上流という。あんた腕が立つと聞いてきた。俺のチームに入って一緒に戦ってみないか。それはありがたいお誘いやな。
ガキの頃から三度の飯より喧嘩が好きでな。この年まで負け知らずや。暴れるのは嫌いやない。ぜひともお願いするわ。と言いたいところなんやけど、なんか条件が？俺な、田舎から南蛮放送になったるって大見え切って大阪出てきたんや。せやのに未だナンバーワンどころかトップ3にも。音が一度宣言したことや、実現させまで途中でやめられへんわ。そうか。ん？だがあんたなら実現不可能な夢ってわけじゃなく見えるが、トップ3にも入らないってどうしてだ？そんなんこっちが期待は。接待には心を尽くし連絡をお前にしとる。思いつくこと全部やってんのに全然なんや。何か理由があるのか？逆にちょっと聞き込みしてみるか。うん、そうか。早くナンバーになること祈ってるよ。逆に聞き込み？ここに客がいるのか？行ってみるかじゃあ。どこにいる客？あ、これか。こんな隅っこで何してんの？すまないがちょっといいか？レンジというホストを知らないか？レンジ、険しい顔の女性。ああ、なんか評判悪そうやな。すまんけど急いどんねん。ほんなな。レンジは客からの評判があまり良くないのか？あ、こういう感じでどんどん聞いてくんだ。ああ、なるほどね。はい、次の方、あなたですね。すまないがちょっといいか？レンジというホストを知らないか？ああ、ホストのレンジくんな。店はたまに行くけど、いいわさ、聞けへん子よね。態度がでかいとか、カッとなると手出るとか。そういう噂本当なのか？さあどうやろうな。せやけどよう耳にするのは確かやね。レンジの悪い噂かなり広まってるようだな。次は？はい、あなたは？レンジくん知ってますか？すまないがちょっといいか？レンジというホストを知らないか？なんやの？あんた警察？それか探偵？レンジついに事件でも起こしたん？社交的なキャバ嬢。いや、そういうわけじゃないんだが、レンジは事件を起こしてもおかしくないようなやつなのか？なんや、人を刺したとかで地元らレインになってこっち出てきたとか聞いとるからな。噂に尾ひれがつきもんだが、ここまで来るとさすがに疑わしいな。赤目に連絡して裏を取ってみるか。あら、もうええの？ああ助かった。なるほどね。で赤目に確認。赤目さんなら何でもわかるでしょ。こちら赤目や。どないしたん上流。レンジについて聞きたいことがある。ええで、何でも聞いてや。何が知りたい？初恋の子の名前。そんなことまでわかるの？俺の初恋の名前わかる？いや、それはいらねえ。レンジが暴力沙汰を起こして田舎から出てきたって話を聞いたんだが本当か？地元にいた頃は喧嘩っ早かったそうやけど、人を刺したなんてそんな事実はないで。事件レベルなら間違いようもないわ。断言できる。うん、分かった、ありがとうよ。こいつが事件だわもう。どうやらレンジの気には根も葉もない噂が混じってるようだ。もう少し情報欲しい。聞き込みを続けよう。キリュウさん、あなたのその格好がもう事件ですよ。はい、で、どこ？あ、この子か。すまないがちょっといいか？レンジというホストを知らないか？あー、知ってる知ってる。噂好きのキャバ嬢。なんや、危ないやつやから指名したらあかんらしいね。うん、その話誰に聞いたか覚えてるか？そんな覚えとらんな。まあでも、ホストの子がよく言うてるかな。またレンジがこんなんしてな、とかいうのはホストの知り合いが多い気がするわ。同業者か。ありそうな話かもな。今度はホストに聞き込みしてみよう。ねえ、いっぱいあるな。次どこ？ここ。で、ここか？あ？何？どこ？この裏側？なんだこいつ。レンジとホスト知ってるか？レンジ？ああ、いつきさんとこの新入りやろ？なんや、評判悪いやつらしいな。やっぱ有名なんだな。そのいつきさんってのは？いつきさんはレンジの店の子さんのホストや。もう長いことやっとって、新人の頃は世話になった人も多いらしいで。いつきか。同じ店ならレンジも世話になってる可能性は高そうだな。ただ、どうした？いや、なんでもない。そろそろ時間やから。何か言いかけてやめたな。今度いつきとホストに尋ねてみるか。いつきちゃん、ここね。はい、いつきくん、あなたね。髪赤いね。いつきトースト知ってるか？事情通のホスト。ああ、いつきさんか。そら知ってるわ。ホスト界隈じゃ有名人やで。うん。面倒見のいい男らしいな。表面上はな。何？なんだと？じゃあ裏の顔は？
これ俺から聞いたなんて絶対言わんといてな。よくそんな見ず知らんやつにそんな話できんな。いつきさんよく知る人の間では同僚への対抗意識が強すぎるって前から有名でな。有望な新人が入ったりするとあの手この手で邪魔をして潰された若手は数知れずらしくてな、うん、あの手この手っていうと例えば悪い噂を流すとかそんくらい余裕でやるやろね。最近だとレンジってこの悪い噂知っとる？あれの出所も実はいつきさんやないかって。レンジは先輩ホストにつきに悪い噂流されてたのか。助かった。安心しろ。あんたのことは他言しね。犯人分かりましたよ。はい、赤目さんやで。どうした？レンジの店のいつきって古株ホストについて聞きたい。ああ、前々から新人キラーって言われてる子やな。男やな。さすがの情報網だな。あんたが知ってるなら信憑性は高そうだ。つまりレンジが被害者になっとるん。それをこれから確かめる。いつきの居場所わかるか？あんな、そんなか、そんなに何でもかんでも、わかるわ。今は小福町西のクラブサンシャインにおるようやな。蒼天堀であんたを敵に回したくはないもんだ。ありがとうよ。居場所全部バレちゃうんだな。怖い怖い。さあ、いつきさん、お前か。おい。お前がいつきだな。そうやけど、何の用や、お前がレンジの空きを流してるって聞いたもんだよな。そら、どれよりでもライバルやからな。そんなうちゃな業界じゃ、用あることやで。だとしても、バレちまったらそこまでだろ。あいつの足引っ張るのはこれっきりにしてくれ。レンジのやつは本気でナンバーワンホストを目指してんだ。だったら、なおのことやめられへんな。何？どうして、アホな田舎もやから可愛がってやったんや。そやけどあいつ、メキメキ腕つけて、俺を超えられるわけにはいかんやろ。思った通り、ただのやっかみか。まあこうなっちまったら、そう正々堂々勝負するんだな。もう一つ手はあるやろ。何や、どうしたどうした。赤同士戦うか。あんたを黙らせりゃいいんや。おい、赤対赤だよ。それはお前赤勝つよ。結構な体力ゲージあるね。ただ相手が悪い。ちょ、せっかくだから、はい、おれー、これが大人の喧嘩よ。どうだ、懲りたか。くそ、これに懲りたら小細工やめるんだな。さて、レンジに真相を伝えに行こう。レンジどこ、レンジそこね。レンジ、噂聞いてきてよ。おお、また来たんか。上流さんやったな。うん、覚えてくれたか。それは毎晩何人も覚えなあかんから訓練したもん。そんでなんか言おうか。お前がナンバーになれない理由が分かってな。え、なんでやったんや。お前の店にいつきって古株のホストがいるだろ。そいつがお前の悪い噂をあることないこと広め、客を遠ざけていたんだ。いや、嘘や。嘘じゃねえ。いつきさんは田舎から来たばっかの俺を弟みたいに可愛がってくれたんや。いつきさんを悪く言うなら誰だろうと許さへんで。ふん、義理がたい野郎だ。ともかく一旦頭を冷やしてもらうぜ。なんでよ、なんでよ、なんでそこで戦うことになる。ねえレンジ、話を聞いてくれ。暴力じゃなくて話を聞いてくれ。レンジ、一旦落ち着いて話を聞いてくれ。レンジ、一旦話を聞いてくれ。聞いてくれよレンジ。どう、頭冷えた。話し合いにしよう。レンジ、暴力やめようぜ。危ないから、怪我したら危ないから。俺はいつき本人の口から聞いた。あいつがお前を陥れてたのは事実だ。そっか、ショックやな。けどこれで俺もナンバーワンホストを目指せるようになったもん、なったんやもんな。若干水刺されたけど、一見落着なんやもんな。うん、ふっ、今さらそれだけじゃ物足りねえって面だな。なら当時でもナンバーワンを目指すってのはどうだ。ならって話になるかそれ。え、投資？最初に言うとったあんたのチームに入れってやつか。ああ、キャッスルの闘技場で一緒に戦おうぜ。当然だが、簡単に達成できる目標じゃねえぞ。キャッスル、噂で聞いたことあるわ。そうやな、そんなら決めたで。
通す通す、ダブルでてっぺん取ったるわ。ああ、ジョリューさんよろしくな。あ、入りましたね。いいね、こうやってちょっと仲間をある程度ちょっと入れてってみるか。メンバーが悪いと思うんだよな。まあ、ジョリューさんももうちょっと強くはなれるのか。能力強化、あとでもこれしかないからな。でも HP が足りないとかそういうことじゃねえんだよな。攻撃力が足りないんだよな。あ、じゃあ装備変えたらいいのかな。なんか本当に全然ずっとそいつだけを狙ってても全然ダメだったから難しいなと思って。今じゃないんだから。そうだからね、多分ねそれだけじゃないんだよな。おいおい、お前ナイフとか持ってきてんじゃん。敵多いな。すぐ終わるかと思ったら、はい終わり。よし、じゃあ今日とか幸運ぐらいにしようか。次回もうちょっとちょっと赤目ネットワーク見させてもらおう。依頼もうちょっとやっていこうか。どうせ最終章入ってるしね。上流どれにするん。そうだね、まだまだまだあるからちょっと依頼やっていこうか。金玉7つ、これもやってみたいけどな。ギャングチームとかも気になるな。ギャングチーム多いね。次回このギャングチーム戦やってみる。次回ギャングチームやってみよう。よし、ということで今日の動画これぐらいにしようと思います。また次回も多分この格好でね、ジョエルさん行くと思いますんで、ぜひまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。